こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、ちょっとフラッとドラッグストアに行ってきました。で、ドラッグストアに行ってマスクがないというね、品薄だっていうんで本当にないのかなと思って興味本位でね、ちょっと行ってきました。結論から言いますと、全然ありましたまあでもね、これこういうのを皆さんが求めてるマスクかどうかわかりません。いっぱいあったんで適当に質感で買ってきたんですよ。で、見るとですね、 99% カットフィルムと書いてありまして、結構ね、なかなか頼りになるマスクじゃないかなと思います。そしてこれなんとね、7枚入ってるんですよ。7枚。で、価格はですね、420何円とかでした。だから430円ぐらいかなと思います。ですから、7枚入ってるんで、1枚あたり60円ぐらいですかね。以前、Facebook で、100枚入り2980円、50枚入り1980円っていうマスク、あ、1100円だ。50枚入り1100円のマスクをポーンと上げてね、これって高いんですか安いんですかって言ったら、高いよっていう風に書き込みがブワーッと並びました。50枚入りのマスク1100円で高いってことは、1枚ね、やっぱり20円だと高いんだなと。で、コメントの中には、1枚10円以上だと高いよっていう風に書いてたんで、まあこれ1枚60円なんで相当高いんだろうなって気がしますけど、まあ60円ですからね。10円のものを買うのに躊躇はしませんけども、10円のものが仮に値上がりして60円になっても、私はあんまり気にならないかなと思います。確かに1000円のものが6000円になったら嫌ですよ。でも10円のものがあって、それが値上がりして60円になりました。そしたら、いやー高いから買わないよって気にはならないかなと思います。これはいろんな感覚があるんで、私は、今の瞬間そう思ったってことなんですよ。で、プラスね、あともう一個、お話したいことがあるのは、今マスク品薄じゃないですか。品薄の時って値段が上がるのは、それはね、しょうがないと思うんですよ。何もかもそうなりますから。ガソリンも、なんかね、中東情勢が悪ければすぐ値上がりするじゃないですか。で、文句言いながらも、ガソリン入れますよね。だからあれって、一発で500円とか1000円とか値段違うと思うんですよ。でも、入れますよね。生活のためにね、仕事のために。で、同じように健康維持のために、マスクが仮に、普段の価格よりも高くなっても、買うと思うんですよ。例えばね、1枚400円のマスクも、なんかあったそうです。でも、1万400円のマスクは確かに高いなと思うんですけども、別に普段からそういうのって売ってるんですよね。なんと言ったらいいのかわかんないですけども、このマスクも、普段は多くの方は、これね、ドラッグストアにあっても見向きもしてなかったわけですよ。その時は価格は、それは安いですよ。安いって言っても、別にこの430円ぐらいのマスクが、50円ってことはないと思うんですよ。多分同じ値段で売ってたんですよ。サンキュッパーとかね、似たような値段で。でも品薄の時にはその普段サンキュッパーで売ってたマスクが438円とかね、450円とかになっても、それはやっぱり需要と供給のバランスなんで仕方がないかなと思うんですよ。品薄のマスクを作るために残業してね、仕事してくださる方もいると思いますし、コロナウイルスの危険を知りながら出勤してくださる方の時給ってのは上がると思いますんで、だからそれもしょうがないかなと思います。まあでも中にはね、こういうのを買ってきて転売を目的にして、これを例えばね、1200円で売る方っていると思うんですよ。で、7枚だったら、1枚100円か200円でちょっと高いんですけども、でもまあ、私の感覚では買えない金額ではないかなと思うんですよね。で、それは別にお金があるとかないとかじゃなくて、必要なものが多少高くても、買うかなっていうところなんですよ。で、もちろんね、普段の値段にはなんないですよ。普段のように1枚10円のマスクっていうのはなかなか探すの難しいと思います。でもそれはやっぱり品薄の時には値上がるのはしょうがないですよね。で、品が溢れていたら値下げをしてくれるじゃないですか。でも値下げをしても普段マスクを一生懸命買ったりしないですよね。そういう意味では、普段マスクをね、在庫で余らしてる業者さんとか店舗さんっていうのが、普段苦しんでるところに、今回は、品薄というかね、皆さんが欲しがるような事態が起きたということで、まあいい時もあれば悪い時もあればなのかなと思います。これはね、別にマスクの転売を進めてるわけではないんですよ。マスクが高いのがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、やっぱり今ね、みんなが欲しがってるものは、それなりに高くなるのはしょうがないかなと思うんですよ。これがね、10倍とか20倍とかになったらちょっと話は違うんですけども、普段売ってるマスクとほとんど同じ値段なんですよね。だから、高いのかな？どうなんだ？これを高いって言ったら普段も買えないじゃないかとかね。別にコロナウイルスがなくたって買えないじゃないかって話になっちゃうと思うんですけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか？それではですね、この動画の後にコロナウイルスのことをちょっとね、冷静に見てみようかなと思うんですよ。コロナウイルス、日本の感染者の方が、まあ600人ぐらいいるというふうにね、されてるんですけども、変な話、変な例えなんで怒んないでくださいね。600人コロナウイルスで今日ね、感染してらっしゃる方がいる。今日、お腹が痛くて苦しんでる方は、じゃあ600人よりも多いか少ないかっていうと、多分多いと思うんですよ。お腹が痛いなと思ってる方。
で、その他にもいろんなね、骨折とか、なんか何ヶ月もかかる、怪我とか病気とかあると思うんですよ。で、そういうのもあるんで、コロナウイルスが極端に危険かっていうと、そうとばかり言えないのかなと。もちろん嫌ですよ。嫌ですよ。私は誰よりも警戒してますよ、コロナウイルスとか。まあでも、一つの県に一人感染者が出ましたって、うえーってびっくりするような、そういう類のものかなぁ、どうかなぁと思うんですよ。ただ感染のね、スピードとか経路がわかんないっていうところで不気味なんで、いろんな活動を自粛しちゃうのはわかるんですけども、例えば日本にね、今、陽性で感染されてる方が1000人いるとするじゃないですか。1000人いるから、いろんな経済活動を自粛しちゃうっていうのは、じゃあ普段ね、普段、他の病気で、なんかね、普通のインフルエンザとか、夏風邪とかでもいいですよ。それっての多分普段、1000人以上の方がかかってると思うんですよ。で、しかもそれはニュースで報じられないと。それに対してはどういうふうな警戒してるのかなと思ったら、あんまり警戒してないと思うんですよ。風邪が流行ってるのはわかるけども、まあ風邪でしょうぐらいでね、舐めてると思うんですよ。だからそのね、一つは、どういうふうにその情報を捉えるかっていうふうな、捉え方によっては、危険なものにもなり、侮るものにもなりってことなんですよね。で、今回ね、私が思うのは、日本人全体的に、結構ね、手洗いとか、着替えとか、清潔習慣がついたんじゃないかなと思うんですよ。逆に言うとですね、普段から清潔にされてる方は、まあ多少ね、厳しく清潔にすると思いますけども、そんなに大きな生活の変化ってないんじゃないかなと思うんですよ。外にから帰ってきたら着替えてとかね。それから、こまめにお風呂に入ってとか、髪をちゃんと洗って、顔を洗って、手を洗ってみたいなことして、家の中にはハンドジェルとかが普通にある家ってあると思うんですよね。まあでもね、そうは言っても、不気味で怖いです。警戒するべきだと思います。楽観論ばかりを言うわけではないんですけども、ただね、コロナウイルスをはじめ、武漢熱ですか。こういうものを、確かに怖いんですけども、経済が止まってお金が動かなくなるのも人は死にますからね。それも怖いなと思うんですよ。じゃあ、どっちを取るかっていうバランスの問題になってくるかなと思います。そしてそのバランスが取れた時が、おそらく収束宣言っていうことになるでしょう。今までもね、SARS とかなんか流行りましたけども、あれ収束宣言出たじゃないですか。あれは病気が駆逐されたから収束宣言じゃないんですよ。なんかいろんな指標があるんですけども、要するに、広がって感染して、いろんなね、ダメージを受ける方の、まあ、レベルとですね、いい感じ経済活動が復活してくるところのバランスを取ったんじゃないかなと思うんですよ。詳しくわかんないですいませんけども。収束宣言というのはとにかく、なくなりました、安全ですっていうことに聞こえるけど、そうではないってことなんですよね。でも収束宣言が出るとみんな安心してまたね、普段の暮らし始めちゃうんですよね。だからその辺はどうなのかなと思っちゃいますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは、また会いましょう。はい。では、こちらでですね、コロナウイルスの感染マップを、時系列で追ってみようかと思います。まあ、私の放送が始まったのが去年からだったんですけども、アクセスが上がり出したのが、まあ、1月からだったかなと思います。1月11日から、まあ、およそ10日ごとにちょっと見ていきましょうかね。1月11日、今年に入って、でお正月明けてすぐなんですけども、まあこの頃はまだ中国で何か起きたらしいぞみたいなことぐらいしか私たちは知ることがなかったと思います。インターネットをね、細かく見てる方は、ただならぬ事態が起きてるなっていうふうに気づいたと思います。まあこの頃にね、もうマスクってのは必要だと思ってる方も買っていってしまってるってことですね。特に在日中国人の方とかは、現地のね、現場の様子をよくご存知でしたんで、まあ、早めにマスクや手袋を買っていたということがあります。全体の感染者数が41名で、お亡くなりになった方が1名ということで、この頃は情報が出てるのか出てないのかわからないような状態でした。では1月18日行ってみましょうか。はい。ちょっと増えてですね、死者数が2人になったんですよ。それから62人の感染者数に増えています。日本ではまだ何も起きてないですね。1月24日ですけども、ちょっと日本でも何か起きてきたぞっていうふうに気づき始めた人がいるようです。この頃ダイヤモンドプリンセスってのはまだ誰も知らなかったと思いますね。全体の感染者数が846人ということで、だいぶ海の向こうで何かが起きてきたらしいぞというふうにね、テレビでも報じられるようになったんではないでしょうか。お亡くなりになった方がね、25人という、本当に痛ましいことですよね。1月31日、いよいよこれが世界中に広がるんではないかなというふうに言い出した方も出てきたということなんですけども、感染者数が7818人、お亡くなりになった方がね、170人で、SARS と比較されて、ニュースになることもありました。2月5日、もうね、完全に日本でも起きてきたぞってことで、感染者数が10名いるということになりました。で、全体の感染者数が2万人を超えてですね、お亡くなりになった方が500名に迫る勢いでした。この頃に、日本は中国からのね、
旅行を全部シャットアウトするべきじゃないかっていう声が上がってきましたね。まあその際も人権に配慮してっていう声はあったんですけども、どちらかというと、まあ、中国人のせいでこうなったみたいなね、そんなちょっと良くない動きがあったのかなと思います。習近平国家主席を日本に招けなくなるから、安倍総理がね、まあなんか入管を、水際対策をちょっと怠ってるんじゃないかなって声が出たのも確かです。2月10日、ダイヤモンドプリンセスの方もちょっと有名になっていくよね、注目され出してきました。感染者数、日本の感染者数が70名のうち、そうですね、26名が日本独自で、船の中で感染された方が、これ差し引きですから44名ということになりましたね。世界の死者数が910名で、世界全体の感染者数が4万554人ということになりますけれども、実際には全体の感染者数、中国を中心に15万人ぐらいいるんじゃないかなっていうふうな、まあちょっとね、ツイッターの画面も上がってましたね。で、2月15日行ってみましょうか。はい、かなり増えましたね。お亡くなりになった方が1526人。深刻ですね。で、全体の感染者数が6万7180人で、ダイヤモンドプリンセスがまた出たと、かなり人数がね増えたことと、あと日本国内でもあっちこっちに出だしましたよっていう報道が続きました。それからですね、この6万7180人をちょっと覚えておいてくださいね。それからですね、1週間経ちました。今日です。6万7000、1万人増えたんですよ、1週間で。で、お亡くなりになった方も7、800人増えました。ダイヤモンドプリンセスは、こんなにね、634人。そして、国内の感染者数が107人ということで、各都道府県、北海道から沖縄まで、そしてね、石川県とかね、熊本、九州にも感染者数が出てきましたね。こういった現状でございます。で、お亡くなりになった方が、このダイヤモンドプリンセスの中でね、お二人いらっしゃって、本当にね、痛ましい限りなんですよね。楽しいクルーズの旅が、そんな終着駅を迎えるなんてね。で、ちょっとまあ、単純に比較できないんですけども、1日前を見てみましょうか。こんな感じです。数字、ほんと、ちょびっとなったような気がするんですよ。ね、ここら辺も。1日ごとの、まだ多いといえば多いんですけども、1日ごとの世界全体の感染者数が、まあどういうんですかね、まあ増えてはいるんですよ、確かに。減ることはまだないですからね。ただまあちょっと伸び率が減ってきたのかなって気はするんですよ。伸び率がね。2月6日はこんなんですよ。2万8000でしょ。で、それから1週間経って2万8000が倍になってるわけですよね、大体ね。一週間だって。で、20日になって倍になってるかっていうと、倍だと12万人ぐらいでしょ ?12 万人にはなってないんですよ。倍どころか、まあ 20% 増しくらいになってるかなってことですよね。で、76196が1日経って、76196なんで300人ぐらい増えたんですか。それもあんまり良くないことなんですけども、次の日77207が、400人増えたかな、300人400人増えになってきたかなということなんで、これはね、ウイルスの効果が弱まったというよりも、人々の、なんすか、クリーンリネスというか、清潔管理とか安全管理とか、それから外出をね、控え出したっていうのも当然あると思いますよ。で、交流がなかなかなくなったんで、こういうものが広まりにくくなったところもありますよね。まあ、こういう数字を追ってね、まあ、いろんな感想はあると思いますけども、私なりにちょっと感想を言うとしたらね、やっぱこう普段から清潔にすることかなとかね、着替えをこまめにしたりとか、外から帰ったらやっぱこう手を洗ったりとか、顔とかも洗ったりとかね、まあマスク一つで防げるものではないですけども、その他やっぱ免疫力を上げるためにね、多少こう筋肉量をつけたりとか、そういうこともいるのかなと。それから私ちょっと怖いなと思ってるのがね、これから経済が止まり始めて、なんか物流が起きなくなってってことを考えると、コロナウイルスに感染して、まあ重篤になったりね、死んでしまうのもすごく深刻なんですよ。でも経済が止まることでもやっぱ人は死ぬっていうことをね、片方では考えないといけないんで、そのバランスですかね。危険もあるけども社会活動は、完全に止めてはならないかなってことですよね。もちろんレジャーもそうですよ。だからいろんな工夫をして衛生管理をして、やっぱり私たちは楽しくたくましく生きていかなければ、2020年のね 1,2,3 月の経済指標ってどうなっちゃうんですかね。で 4,5,6 月には、なんとか盛り返していきたいなってところですけども、今回もね、この武漢熱の収束宣言ってのが出ると思うんですよ、どっかで。で、私が考えている収束宣言っていうのは、
撲滅したというよりも収束宣言を出すことによって多くの人のね閉塞感を打ち破って元通り暮らしを始めようかなっていうふうな気にさせるために、収束宣言っていうのを出すところもあると思うんですよ。だから収束宣言っていうのは、まあ言ってみれば気休めだったりするんですよね。旗振りでもういいんじゃないのっていうふうに責任ある立場の行政とか WHO とか言ってくれれば私たちもそれをね口実にいろいろ動けると。でもまあ一定の用心は必要ですよと。そしてその用心っていうのは別にこの武漢熱が入らなくてもやるべきことだったんではないかなっていうふうな気もするんですよね。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。それでは今回は以上です。